今回はですね、晩秋から冬、早春、3度対応ということで、UL キャンプ装備 6.5 キロで見直してみました。はい、早速なんですけど、これが本日紹介したギアの雰囲気、まあデモになりますね。自転車で近所の公園に行ってちょっと軽く設営してみました。ちょっとムービーの方撮ったんですけど、そちらの方があまり良くなかったので、写真のみで紹介していきます。晩秋から早春にかけて、まあ冬ですね、3度ぐらいまでの対応であればまあ十分かなという装備だと思います。皆さんこれにプラスアルファしながら、こちらをベースに考えて自分に合ったウルトラライトキャンプを楽しんでもらえればと思います。どうも TTFN です。バックパッカー、 UL キャンプ、トラベル、ソロキャン、野営、駅ね、ギア紹介などのチャンネルです。はい、今回なんですが、装備一式の重量を測るときは、水、食料、燃料などのキャンプ中に消費する消耗品を除いた重量をベースウェイトを基準にしています。そしてパッキングはこのようになってまして、サイドから見るとこういう雰囲気になってます。上のロールトップの部分を使用しないぐらいの、かなりねウルトラライトな仕様になったんではないでしょうか。それではギアの紹介をしていきます。1点目がですね、アライテントトレックライズゼロということで、究極の一人用ということで、アライテントから長年にわたって発売されているものです。これと並んでエアライズというものも有名ですね。トレックとか登山関係の方にはすごく馴染みがあるテントだと思います。長い間ね同じ仕様で出てるのに、非常に軽くて非常に丈夫です。僕もね長年にわたって愛用しています。ペグ以外のグランドシート、それからテントポールを入れた重量が 1.36 キロと非常に軽量ですね。もう壊れる気がしないんで、ずっとこれはね愛用していきます。はい、こちらはですね、先ほど紹介したトレックライズゼロにジャストフィットするアンダーグランドシートになります。オクトスという登山関係の用品を扱うショップから出ているオリジナルの商品です。オクトスにはオリジナルの商品ももちろんですが、セレクトされたね非常にウルトラライトなギアも多数ありますので、一度覗かれてはいかがでしょうか。こちらはですね、エヴァニューの EXP マット UL180 回ということなので、40センチカットして140センチで、使用しています。非常にね軽量です。軽量なんですが、かなり地面からの冷気を遮断してくれるので、今までねエアマットの出番が多かったんですけど、こちらをね持っていくことが増えましたね。今は廃盤になってますので、65センチサイズしかありませんが、ご興味のある方は一度チェックしてみてはいかがでしょうか。シュラフの紹介になります。イスカの 450X ショートです。こちらはね3シーズン用で、下限温度がマイナス6度のダウンタイプです。国内3社、ナンガ、モンベル、イスカ、まあ有名どころあると思うんですけど、値段帯が一緒であればほとんどスペックはあまり変わらないですね。なぜねこちらにしたかというと、実際ショップで体験させてもらった時に、まあ、寝心地がね一番いいなと思うのと、まあ、他と比べると少し防水が強いんですかね。あとファスナーの開け閉めが非常にしやすかったですというところで、こちらを僕は選びました。皆さんも選ばれる時は、大きいショップではねいろんな寝袋をね体験できますので、そちら参考にされてはいかがでしょうか。こちらは主にね、僕がシラフカバーとして使用してますローカスギアのニューマビビータイベックの S サイズになります。防水透湿性を備えたタイベック素材です。汚れやね、結露から守ってくれます。また写真では分かりづらいんですが、顔の部分にね、カヤがついてますので、夏場の虫対策も万全ですね。非常にね、軽量でコンパクトです。もちろんシラフカバーとしても使うんですけど、夏場はね、これ1枚で寝たりすることもあります。シュラフカバー1枚でね、体感温度が上がったり、汚れからね、このような感じでかなり守ってくれたりしますので、夏の暑い時に単体で使ったり、冬場のカバーとして使ったりですね、非常に使い勝手のいいアイテムだと思います。オクトスで購入した15センチのジュラルミンペグと、中華製のチタンペグになります。ジュラルミンペグは非常に軽いんですが、その代わりものすごい曲がりやすいので、地面状態を知らないキャンプ場はね、使用しない方がいいと思います。チタン製のペグはね非常に優秀で、ソリッドステーク並みの強度があると思います。このチタン製のペグよりももう少し細いタイプのものがありますので、そちらを揃えようと思います。長さに関しては長ければ長いほどねいいんですけど、20センチあれば十分だと思います。ペグの方はねこれからちょっと改良しようと思っています。こちらはロスコのパラコード 30m です。そちらをですね、自分の使い勝手のいいような長さにカットして
片側にはカラビナを取り付けて設営しやすいようにしています。この写真にあるように長さのね目印をつけています。 1m につき丸1つです。じゃあ 50cm はどうするかというと棒にしています。なので 2m50 の場合は丸々棒という感じで 2m50 と、丸が3つで 3m といった具合に目印をつけています。もはやね説明の必要性がないぐらいに有名なヘリノックスのグランドチェアです。 UL のね救世主ですね。最近中華製のね椅子でもね下の足の部分を外せばこのようになるタイプのものも出ましたね。でもやはりね一番ダントツナンバーワンに軽いのがこちらのヘリノックスのグランドチェアですね。やはりね椅子があるキャンプとないキャンプじゃねやっぱり快適性がかなり変わりますので、キャンプ場でねゆっくりされるときはやっぱり椅子がねあった方がいいんじゃないかと思います。こちらはですねフライフライゴーという中華製のアルミテーブルですね。全く同じ形のものがあちこちのメーカーから出てますので、多分作ってるところは一社だと思います。だいぶ前に僕が買った時には1380円か1400いくらぐらいで買えたんですけど、若干だけね全体的になんか値段が少し上がってますね。こちらはですね外のポップアップテーブルより一回り半ぐらい大きくて結構使いやすいです。その代わりね重量も多少アップするんですけど、そこを解消すべくテーブルのね表面をねパンチング処理のようにドリルでね改造してます。そして肉抜きすることによって345g まで軽量化することができました。かなりね地道な作業だったんですが、なんとかねやってよかったかなというような感じの、強度的にもね問題ないぐらいの仕上がりになったと思います。 TTFN チャンネルではキャンプ場リポートやキャンプギアの紹介、またアグレッシブなトラベルなどもアップしてきます。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ピコグリルの類似品になります。中華製ギアでね有名なスームルームからこちらが出ていた時の商品です。今も同じものがね多数の会社からたくさん出ていますので、どこかね工場は多分みんな一緒なんじゃないかなとは思います。これも3年ほど使用してますが全く問題ない感じです。タピー台をね選ばれる時に選択肢の一つかなとは思います。岩谷のバーナージュニアです。 CB 缶タイプのバーナーを選ばれる時にだいたい外か岩谷の2択になると思います。こちらね 6、7年使ってますけど全く壊れるような感じはしないですね。細かいメンテナンスをねしてるわけじゃないんですけどね、長年ねこちら使い続けているんですけど、実はね外のですねバーナー部分と CB 缶をね離れた感じにアルミメッシュのねホースでつなぐタイプのバーナーがあるんですけど、そちらもねちょっと欲しいなーっていうのをずーっと思いながら3年ぐらい経ってます。こちらはね BRS のヒーターアタッチメントです。先ほど紹介したね岩谷のジュニアバーナーにも合いますし、外のねいろんな商品にも合います。またね結構メーカーを選ばずいろんなバーナーに合いますので、ソロの簡易ストーブとしては非常に優れたアイテムだと思います。こちらもですね 6、7年以上使ってます。単純なね構造ですのでまず壊れることはないと思います。値段も非常に安いですし、ぜひ1個常備していくことをお勧めします。スノーピークのチタンシェラカップです。もうとにかく軽いにつきますね。そして結構持ちやすいですね。もうこれも本当に長年使ってますけど全く壊れるっていうかね、まあチタン製品が壊れたらね余裕だと思うんですけど、非常にね丈夫です。ベルモントのロッキーカップです。こちら 500ml っていうサイズがね非常に使い勝手がいいです。なぜかというと大体のカップラーメンは 500ml あればことが足りるんですよね。あとこのサイズあればお米を 0.5 合ぐらい炊くのはもう全然問題ないです。シェラカップでは心もとない、コッヘルモッテグには多すぎるっていう時にちょうどいいカップだと思います。特にねメーカーはないんですけど軍手です。革手袋があればねそちらでもねことが足りるんですけど、まあ薪を集めたりとかね掃除をしたりとかって時に、それから火をいじる時にも軍手があればねなんとかなります。プラティパスのウォーターボトル1リットルです。まあ1リットルでね心もとないって方は 1.5 とか2リットルのタイプを選ばれたらいいと思います。僕はこの1リットルタイプにナルゲンであるとかクリスタルカイザーやイロハスの軽量タイプのねペットボトルのやつをプラスアルファで持っていってます。やはりね水場がないところとかねもしくは水場が遠いところにこういったボトルがあると非常に楽です。
白金回路ミニです。使い捨て回路でも構わないんですが、やはりね、繰り返し使えるところが非常にエコで気に入ってます。ジェントスの LED ランタンです。非常に明るくて、もうこれ一つあればね、全く問題ないぐらいですね。最近ね、流行りのね、オールゼロとかもね、羨ましいなと思うんですけど、昔売ってた金額の3倍ぐらいになっちゃってるんですよね。なんでね、購入しようとは思わないんですけど、まあちょっとね、ランタンの方ももうちょっと光量が少ないものに、少しね、軽量タイプに変えてもいいかなっていうので、まあずっとなんかいろいろ見たり探してはいます。こちら札幌ビールを6缶買ったらついてきたノベルティです。まあ、特にね、晩秋から春にかけては、動物からね、食べ物を守る以外に関してはクーラーボックスはあまり必要ないかもしれません。まあソロの場合でね、本当に生物の関係だけはクーラーボックスに入れる必要性があるかもしれないですが、その他のものに関してはクーラーボックスがね、あまり必要性はないと思います。モーラナイフです。まあソロでね、キャンプするぐらいであればこれぐらいのサイズがあれば十分ですね。まあ、斧とかね、灘とか持っていくと、まあ、UL とはね、ほど遠くなってしまうので、あまりそこまで力を入れなくてもいいんじゃないかとは思います。オーム電機のポケットラジオです。なんでね、ラジオなのかなっていうふうに思われる方、結構いらっしゃるかもしれないですけど、まずね、携帯の方の電波が届かないようなところも結構あります。まあ、そういった時に、音楽とか番組などを聞くことができますよね。それからですね、あとまず防犯ですね。テントをね、結構開けてどっかに行くことってちょっとあったりはします。そういう時にテント内で小さい音量でね、流しておくと、まあそれだけでね、防犯の役割をしてくれます。次に熊よけですね。キャンプ場まで行く間もそうなんですが、キャンプ場でね、熊が出没したなんていうニュースが結構あって、実際にそれで閉鎖されてたり、遭遇したっていうニュースも結構最近ありました。そういった時にね、やはりずっと喋ってたり音を出すってことが無理ですので、ラジオをね、やっぱり軽く流しておくだけで、一応お守り的な役割はしてくれるかなと思います。こちらはね、中華製のマルチツールです。こちらはですね、まあほとんどね、プライヤーの役割がメインになるんですけど、まあプラスマイナスとね、プラスアルファ何かがちょっと使えればなっていう感じで買ってます。本当はね、ダイソーのツールが欲しかったんですけど、全然売り切れてね、もしくは見かけないので、諦めてね、中華製で1ヶ月半ぐらいかけて、これ500円ぐらいのものです。まあこういったものがね、一つあると非常に便利だと思います。こちらは100円ショップで購入した金槌です。なくてもね、なんとかなるんですけど、一応それなりにはペグが刺さりますし、抜くこともできます。あるとね、あったでやっぱり便利ですので、こちらはね、毎回持っていってもいいかもしれません。貝印のフルーツナイフです。オピネルのね、8番9番あたりと同じサイズになります。まあそちらの方もね、僕持ってるんですけど、こちらの方がね、切れ味がいいので、こちらを持ってことも結構あります。そして軽量ですね。値段の方も600いくらと安いですし、非常に使い勝手のいいアイテムの一つだと思います。こちらはですね、100円ショップで購入したステンレスの箸です。今まではね、割り箸を持って行ってたんですが、こちらをね、購入してからはもうずっとこれしか持って行ってません。ちょっとした汚れはね、ウェットティッシュなんかで拭き取ることもできます。中華製の皮膚規模です。こちらはですね、中国から多分ね、その時めちゃめちゃ安かったですね。180円ぐらいで買ったんじゃないでしょうかね。その代わり1ヶ月半ぐらいかかりましたね。ただね、これセリアとかダイソーとかで売ってる100均のタイプより20センチぐらい長いんですよね。やっぱりね、長いと火を吹く時も非常に楽ですので、ちょっと長めのものをね、選ばれるといいと思います。100円ショップでも購入できるビニールテープです。まあ、何に使うかというと、まあ、いろんなものを、ね、止めたりっていうのはもちろんなんですが、例えばね、グランドシートとかテントとかシュラフとか穴が開いてしまった時に一応仮止めとしてね、使うことができます。それからテントポールとかがね、折れてしまった場合に、これでぐるぐる巻けばね、なんとかとりあえずその場はしのげることができます。多用途で使用できますので、1本あってもいいと思います。外のスライドガストーチです。こちらはね、スライドして伸びることによって奥の方までね、アプローチできるので非常に便利です。まあチート的なね、使い方です。これのね、小さいバージョンもあるんですけど、そちらでもいいと思います。ハンドメイドの X パックの財布です。特にね、キャンプなど行かれる場合は
普段使ってるね長財布とかね二つ折りの財布は非常に邪魔になりますので、必要最低限のカードそれから現金を入れたこういったね X パックみたいなような感じの軽量ライトな財布に入れると非常に便利です。エンペックスの温度計プラス100円ショップ等で買えるカラビナヘアゴムです。まず温度計なんですが、まあ温度が分かればね目安として非常に使えます。それからカラビナなんですが、まあいろんなものをね止めたりっていう用途では非常に優れていますね。そしてヘアゴムなんですが、これ消耗品になります。まあいろんなものをね止める機会ってキャンプって多々ありますので、これをね100円ショップで購入して常にね常備しておくと非常に便利だと思います。僕のキャンプギアの最近の一番のヒットはヘアゴムになります。新聞です。購読されてる方はねもちろん基本的には無料に近い金額で手に入りますね。焚き付けにすることはもちろん、マットの下に引くことによって冷気を遮断したり体を保温したり、ありとあらゆる使い方ができます。詳しくは誰でもすぐ作れて使えるキャンプでの新聞アイデアまとめをご覧ください。ヤマト道 3M サイズです。こちら40リッターです。今回のパッキングがかなりねコンパクトに収まったので、上のロールトップ部分は一切使ってません。ですので水、食料、着替えなどまだまだねたくさん入りますね。こちら使ってから5年目になるんですが、全くね破れたりほつれたり穴が開いたりってことはないです。以前ね買った時はどこのやつとか何それっていうような反応が多かったんですが、最近ねなんかすごくいいねとか人気が出てきたんでね結構周知されてきてますね。中型のバックパックを探しの方はかなりおすすめできると思います。それでは今まで紹介した全ギアリスト各アイテムの重量です。すべてね実測値になっています。1点ずつ細かく計量していますので参考にしていただければ幸いです。トレックライズゼロ非常にね丈夫でもう使い勝手がいいんで、もうこれは手放せません。自立しない方としてはルナーソロ持ってますんで、非常に軽量でいくときはそっちを持ってきますかね。でエヴァニューの EXP マットなんですけど、自分流にね長さカットできましたんで、もうこれも非常にあったかいんでマストアイテムになってます。ペグなんですけど、チタン製をね細いタイプ持ってますんで、まあちょっと今考察中です。でロスコのパラコード、こちらでたくさんガイロープを作っています。それからアルミテーブルですね。こちらも改造風景、それからベッドですね。アルミ板を使用したテーブルを今制作途中ですので、そちらの動画もまたできたらアップしようと思っています。岩谷のね、ジュニアバーナー、こちらね、長年使ってます。ただね、外のレギュレーターストーブのね、フュージョンっていうのがあるんですけど、CP 缶とバーナーが独立してるやつね。これちょっとかなりね、ずーっと気になってます。ベルモントのね、ロッキーカップ見たら、なんかこれはね、廃盤になっちゃってるんですよね。なんかもう一個欲しかったなぁと思ってるんですけど、まあ、プラティファスもね、全然壊れないですね。ジェントスのね、LED ランタン、これちょっと再興してね、小さいタイプにしようかなと思って、ゴールゼロがね、とんでもない価格になってますよね。もともと2000ぐらいで売ってたのが、今7000近いですもんね。ちょっとね、手出せないですね、これは。ポケットラジオなんですけどね、すごい便利ですね。電池持ちもね、ものすごいいいんで、どうなんですかね、フルでつけて1週間ぐらいいけるんじゃないですかね。単4、2本ですね。やっぱりね、すべてスマホに頼ってるので、消費電力がね、ひどいんですよね。だからできるだけ他のものをカメラとかね、それからラジオとか音楽とか、そういうのは他の電子機器にね、ちょっと任せてあげた方が、スマホのね、バッテリーを長持ちさせるためにもいいんじゃないかと思います。100均のね、金槌ね、軽いですけど、結構使いますよ、意外と。それから、カエル印のフルーツナイフ。これね、オピネルより僕は優れてるんじゃないかなって実はちょっと思ったりもしてます。そしてね、皮膚気棒なんですけど、100均で買うより少し長い方がね、使いやすいです。他の方とね、ちょっと比べたことがあるんですけど、20センチぐらいね、リーチが長いだけで、かなりね、使い勝手良かったです。ハンドメイドのね、X パックはね、友達が作ってくれたのでね、愛用してます。新聞なんですけどね、別動画で、新聞に関してのアイデア15っていうのを上げてますんで、そちら見ていただけたら幸いです。それから山と道の3なんですけど、ものすごいね、人気でね、一時期かなり品薄だったり、今はどうなんですかね。ずっと使ってますけど、非常に丈夫で、僕はもうかなりね、おすすめしたいバックパックの一つです。続いてはね、全ギアの合計になります。はい、ということで、全ギアの紹介が終わりました。そして、全ギアのトータルの重さですね。こちらがですね、6490g です。おお、なんとウルトラライトなっていう感じだと思うんですが、これによってね、ベースラインになりますので、
例えばコーヒーが好きな方はね、コーヒーの関係であるとか、まあ、タープ貼りたい方はタープを持って行ったり、料理をね、こだわりたい方は料理関係のものをクッカーとかをね、たくさん持ってかれたりとか、まあそれぞれ合わせたベースラインとしてね、考えていただければいいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。トリップトラベラー TTFN でした。